斬新なキューブで中古車ビジネスに新たな息吹。日産は2024年1月にキューブのリフレッシュ及びカスタマイズを施したモデルキューブレトロリノベーションの販売を発表しました。この中古車を活用するプロジェクトにユーザーからは多くの反響が集まっています。キューブは日産がかつて製造・発売していたトールワゴンで 2019年12月に生産終了しています。現在は中古車市場にたくさんの台数が流通していますが、日産は初めて車を購入する若年層をターゲットに、中古車の内外層をメンテナンスしてより良い状態にリフレッシュすること、そして好みに応じて、カスタマイズを行うことができる、 魅力的な中古車プログラムを提案。そのコンセプトモデルとして、東京オートサロン2023では、キューブリフレッシュレトロコンセプトを展示しました。このモデルは内外装部品を交換し、時代のトレンドに合わせたレトロなデザインの専用パーツが装備されています。実際にイベントではユーザーから大きな反響を呼び、 この車売らないのという声も多く寄せられました。こうした声を受けて日産となら日産は共同で2024年1月からキューブレトロリノベーションというリフレッシュカスタマイズを施した認定中古車の販売を開始しました。レトロリノベーションにはレトロスタイルを融合させてカスタマイズしたカスタムパッケージと 傷や汚れなどが気になるパーツを新品に交換したリフレッシュパッケージが用意されています。また各パッケージには個別オプションも設定。これらをリフレッシュの規模やカスタム箇所に応じて、ユーザーは自由に組み合わせることができます。リフレッシュパッケージは、主に傷や経年劣化した部品を交換し、 内外装を新品同様にするパッケージとなっており、消耗品の交換やコーティング、劣化部品の交換など、車両の状態や予算に応じて選べる項目があります。またリフレッシュする規模に応じて、エントリー、スタンダード、プレミアムの3つのレベルが設定されており、 その他個別オプションでパッケージ外の部品交換なども可能とのことです。カスタムパッケージは、より個性的でレトロモダンな雰囲気を演出するパッケージとなっており、シートカバーやホイールカバー、ニトーンカラーのステッカーやインテリアの専用加速など、ユーザーの好みに応じて選択可能です。 こちらもカスタムの範囲に応じてエントリー。スタンダード、プレミアムの3つのレベルを用意。また、個別オプションではベースキャリアルーフラックが選択できます。価格、消費税、高賃込みはリフレッシュパッケージのエントリーが74,835円。スタンダードが272,595円。 プレミアムが39万1776円。カスタムパッケージのエントリーが10万6430円。スタンダードが57万3698円。プレミアムが75万764円。ベースキャリアルーフラックが13万9800円です。なお、 レトロリノベーションは現在ででもなら日産で注文を受け付け付ていいると言いますこのプロジェクトにユーザーからはこういう車の付き合い方も楽しそうこれこそ SDGs 時代にぴったりメーカーがこういうカスタムを推進しているのが面白いと中古車をレストモッドする取り組みに好評の声が集まっています一方で ラフェスタもやってくれないかな昔の Z とかシルビアでも見てみたいなど他社種の展開も希望する意見も多く見られました。